こんにちは、レンタバギ族のマスターです。ガビッシュです。ガビさんです。どうも。今日はね、こちら結構待ってるでしょ、ピコ。いや、やっとこの日が来ましたね。 RPA V2、はい、ついに出ます。これをね、約束でもう1個いただいております。これの紹介をしていきたいと思います。最後にね、またね、少しお話しさせていただこうかなと思います。はい、じゃあ先にこっちの方見ていただきましょう。はい、それじゃあ開けていきましょうか。パッと開けると、まず本体があって、予備のオーリングネジですね。それからね、こいつ。これね、カニメレンチの代わりに入ってるんですけれども、これすげえ重要なんで、後で使います。覚えておいてください。さあ、本体を見ていきますとね。はい、ピコです。ピコです。ロゴはね、こんな感じで、ピコですね。大きくね、外観で変わったのがね、外観から見ると2つかな、ここのエアホールですね、こっちに旧型ピコがあるんですけれども、ここが3つ穴から、1つ穴、2つ穴、3つ穴、4つ穴っていう風に調整ができます。これはね、実はこの時点では回せないんですよ。で、受数チャンネルがね、こうピコは中真ん中辺にあったのが一番下まで行くようになってますね。あとはそんなもんかな。長さがね、若干ね、V2 の方が長くなってますね。ここの下のデッキの部分の厚みが増して、でタンク容量がね、今回から2ミリになったんで、タンクが少し短くなってるのかな。うん、そんな感じですね。外観はこんなところです。でもピコですよね。裏はこう、こうか。ポジピンのではやや薄い感じ。まあね、メカニカルで使うようなもんじゃないんでね、そこはいいかなっていう感じですけれども、はい、トップキャップまず外すとね、あ、そうそう、これでかいんですよ、これ、この穴。ね、チャージホールがだいぶ大きくなって、もうごくごく普通のユニコーンボトルでもね、チャージができるようになりました。これ嬉しい。これ俺一番嬉しい。はい、それでデッキを外すとね、先にこっちが外れるか。インシュレーター、インシュレーターね、ちょっとね、なんだ、外れやすいんでね、なくさないように気をつけてほしいなと思います。外れねえや、まあいいや。で、エアホールなんですけど、見て、1,2,3,4,5 と5個空いてるんですね。で、こっちの穴が2つ空いてるんですよ。で、一番狭いのがこれ。1個穴。で、次がね、こっちに来て、この2個穴を1つだけ開けるっていう感じ。で、3個穴にしたければ、こうで、で、最大が4個穴と。でね、全部下を通って、このね、下から、真上に上がってくるような感じになるんで、どの穴を選んでも、エアのルート自体は全く変わりませんと。まあ、こういう風になるんですけれども、ここね、これがね、薄いじゃないですか。外れないんですよ。で、ここで、こいつを使って、よいしょ。こうやって回してやるとね。はい。はい、と外れます。で、チャンバーとチムニーなんですけれども、今回、クロスチャンバーっていうものになってますね。よいしょ。こういった感じで、横にジュースホールが開いてて、こうコイルを、コイルというか、こんなに、このパーツを入れて、こういう収まりになる。V1 ってさ、レギュラーチャンバーとマイクロチャンバーがあったじゃないですか。で、まあ大体マイクロチャンバー買った方がいいよみたいな話だったんですけど、今回はもう最初からこういう形になってるんで、オプションでね、このチャンバーを買った方がいいよみたいなのはないです。こんな感じ。こう入れるとね、コットンに行き道がないんでダメっすよ。ちゃんと穴が開く方向にこうやって入れて。入れます。はい。そんなところかな。組む手順としてはね、
エアホールを反対入れたね、エアホールを決めたら、俺3つ開けぐらいが好きなんですけど、エアホールを決めたらこうで入れてチャンバーをくっつけるみたいな感じですね。このエアホールなんですけど、何簡単に調整できないじゃないですか。ここはね賛否両論あると思うんだけどもね、エアホールって別にそんな買えないから、俺実はねこういったタイプの方が好きで、一回こうエアホール決めてしまったら動きづらい、動かないものの方が好きです。まあでもこれは多分人によってね差があると思います。じゃあ組んでいきましょうか。コイルはね26ゲージの6巻きで組んでみました。あれよね、ピコらしからぬセッティングなんですけれども、ちょっと焚き気味のね、なぜかというとですね、最初は1オームぐらいで組んだんですよ。したらねもうまんまピコなんですよね、 V1 と変わんないの。なんでちょっとあえてね、前のピコだとあんまり合わなかったセッティングで組んでみました。よいしょ、こんな感じで。これさ、V1 の時ってマイクロチャンバーで組むとさ、このポールに対してこうまっすぐにコイルを置かなきゃいけなかったじゃないですか。それがね、今回は普通に置くだけでいいんで、かなりここは楽になりました。ちょっとはみ出てるね。いいかな。したらね、ちょっと抵抗値見てみましょう。どちら？こっちか。で、このまんまだと、反応しないんで、こうしてやって、0.64 オーム、ちょっと見えないですかね、0.7 オーム、ピッと。これ、セラミックピンセットでやってくださいね。じゃないとね、危ないですよ。こんなところでいいかな。ちょっと熱の入りが綺麗じゃないですね。あ、いいっすね。抵抗値が安定しないですけど、これがねグラグラしてるんで、おそらく 0.7 オーム程度だと思います。そしたらコットンですね。次ね、コットン量はね割とねこうルーズで良さそうな感じでしたね。なんか一回ね組んだ時にすげえ少なくしちゃったんですよ。でこれでちょっと漏れるかなと思って試してみたんですけど、なんか全然漏れることもなくですね、粘ってくれたんで、どれくらいかな、こんなもんかな。ね、こんな感じでいいと思います。したら、リキッドで先にねリキッドをこう濡らしてあげた方がいい感じですね。こんなんでいいじゃない。
このねジュースチャンネルをね全部こう覆うんじゃなくてね半分ぐらい乗ってりゃいいかなみたいな感じですね。そしたらね、こうしてこうか、これでチャンバーを入れますと。でこうするとね、きれいに組めました。そしたらチームに入れます。タンク入れて、で入ったらトップキャップね、トップキャップこの段差がある方が下ですからね。トップキャップはちなみにあの V1 のトップキャップそのまま使えるそうです。タンクもね、V1 のタンク使えるんですけれども、予備のオーリングが、予備じゃねえ、追加のね、オーリングが必要になりそうです。で、今タンクにリキッド入ってるじゃないですか。で、これもすごい要望が多かったらしいんですけど、ここをくるくるくるってやるとですね、あ、インシュレーター取れた。いいや。はい、デッキが抜けます。で、あのウィックなりねコイルなりを変えてデッキをまたプッと入る。これは嬉しいですね。反対ここに、はい、こんな感じで OK です。じゃあ吸いましょう。あ、そうそうそう、あのねドリップチップね、これ前のやつ V1 の時から出てるあのピコ用ってこともねえけど、ピコ用に開発されたドリップチップで、今回ね新しいのも内径がね2ミリから5ミリになって、これも出てきてます。これで吸っていきましょう。さすがでございます。正直に言うとね、あのピコ V1 を吸った時ほどのインパクトっていうのはないですね。まあさっき言ったようにね、1オーム 13W 14W ぐらいで最初組んだんですけども、ほんとそれまんまピコでですね、その分ピコの完成度の高さっていうのに今更ながら驚いた、あの端の良さっていうのにね。それでまあ今回はね少し高めのワット数で焚き気味でドリップチップも太いやつをつけてっていう感じで吸ってるんですけれども、これはこれでありですね。うん、だからあのピコ V1 を使ってて、これがねもうちょっと改善してほしければな、改善してほしいな、これがね、例えばもうそれこそリキッドのチャージホールですよ、あれだけでもう俺は買う価値が正直あると思うんですよね、ピコ好きな人はね。逆に今までそのピコが MTL 特化の、タンクだっていうので軽減してる方っていうのもまあちょっと視野に入ってくるとは思うんですが、ただやっぱり爆炎まで行くとこれでやるのは厳しいと思います。やっぱりどんなにエアホールが広くてもピコはピコなんで、これでバッサーって煙吐いたるでみたいな、そういう使い方はねもう全く向いてないです。だからね、味のいい RTA 探してる人にはとってもやっぱりいいと思います。でこの後ねまたガビさんとお話しますんで、そちらの方もぜひご覧になってください。ガビさんってそれ今いくつで組んでるんですか？僕はですね、今実はちょうど 1.04 ですね。 1.04 の 13W、 13.5W ですね。で俺あの動画で言ってたようにちょっとね低めで、うん、はいはいはい、抵抗値低めで、うん、ハイワットで、要はそのガビさんの今のセッティングって、はい、それするとまんま前のピコと同じ味じゃないですか。そういう感じになりますね。そうそうそう、はい、で前のピコと違う魅力がちょっと感じたいなと思って、うん、こうしてみたいですね。そうですね。
なんかやっぱり前の時って低いのでやるとちょっと味が飛んでしまったりとか、うんうん、エアフローが制限されていたんで足りないですよね、空気量がね。そうですね、だから結構 0.7 で炊けるんだけど吸い切れないみたいなのがあったので、うんうん、確かに新しくなるとそこが楽しめるはありますよね。まあこれは多分後で絡んでくる話なんですけど、うん、ちょっと質問をいくつかね、うん、用意してきたんで、開発期間ってどれくらい？去年の最初の会議が12月だったので、うん、1,2,3,4,5,6、まあ7、うん、7ヶ月で、まあ来月発売には一応なるので、うんうん、まあ、7、8ヶ月っていう感じですか。構想8ヶ月。そうです、まあ、もちろんその開発会議を開始する前からね、もちろん、あ、まあ、そうか、これそろそろどうする、出す、作るっていうのはあったんで、葛藤は結構何ヶ月。じゃあもう構想で言ったらちょっと持っちゃうと1年とか、はい、まあそうですね、持っちゃえばそうですね。構想1年で持っときましょう。やっぱほら、あの V1 が、まあ、これ本当に長くロングランで売れたものなので、うん、毎月毎月何百本かこう出荷していたんですけど、うん、やっぱり出荷数が減ってくるんですよね。まあそりゃそうですよね、うん、でこれいつぐらい次考えるかねって言い始めたのが多分去年の夏ぐらいですよね。ちなみに V1 はなんでそこまで長く売れたんですかね。あのね、結局、まあ、これ日本だけじゃないと思うんですけど、やっぱりその初期って爆炎だったりとか、スターターがそもそも爆炎なので、うん、その爆炎文化の人がいっぱいいるじゃないですか、うん、でもシングルコイルで割とちっちゃいチャンバーの味重視みたいな人が結構合わせると世界には案外いると、うんうん、でもそれに対する商品数が実は結構やっぱ少ないんですよね。確かに、あの、うん、ちっちゃいタンクっていうのもピコの時代って選択肢相当狭かったんですよね。うん、そうですね。ピコの後からやっぱり背の低いタンクっていうのは結構出てきたけれども、はい、そうですね、だもちろんどんなモッターさんも多分そうだと思うんだけど、うん、ものすごくいい性能でものすごく安いものを作ろうって始まったので、うんうん、やっぱりピコもやっぱりそのミニマルデザインみたいなことにはなってるんですけど、はい、まあ、結局やっぱり開発費やそのなんだろう加工費考えてそこまで安くはならなかったですけど、うん、ただやっぱりシンプルなのが一番売れた理由なのかなとは思いますよね、うん、ちなみにそのロングセラーで売れた V1 から V2 に、ね、うん、いくつか改善点あったんですけど、うん、そうですね、一番の目玉というとやっぱりこれはその、まあ、いくつか、まあ、トップ3を取ったんですけど、うん、結局、まあ、1年2年売れてきて、うん、その中でいろんなご意見いただいたので、うん、その数が本当数千にはなったんですけど、うん、もうみんなで目を通して、でその上位に来たのがやっぱり一番悲しいかのこの重数が入りにくいっていうそこは俺も不満だったですよね、うん、でそこはもう絶対だねっていう、うん、でもそこはね結構工場盛り上がってたし、うん、やっぱりぶどまり考えると案外きつかったんですけど、うん、まあでもやってみたらまあできたというところで、まあうん、まあそこがまず第一の部分としてはでかかったと思うんですよね、うん、でその次にやっぱ重数その入ったままで、うん、あのビルドができないっていうところですよね、うん、だここはやっぱり、まあ、やりたいねというところがあったので、うん、まあ、そこもやったっていうところですかね、うん、なんでその2点がまず一番大きかった声だったので、うん、そこをやりきった感じですかね。ね、うん、まあ、あとはエアフローとか、はい、細かいところでいうとこのジュースチャンネル、はい、ジュースホールがそうですね、丸くなった一番下まで来て、はいはい、ね、あのリキッド全部吸い切れるような。そうなんですよ、ただ実は V1 の時も上にはあったんですけど、うん、その結局はみ出させてることによってちょっとこうなって、うん、で下もタンクとチャンバーの隙間がちょうど毛細血管現象でジュースが上がるんですよね、はいはい、こういう感じ、はい、なので結局は吸い切れるんですけど、ね、なるほど、多分こうピコ V1 吸っていて最後まで吸い切れなかった経験って多分ないと思うんですよ。確かに言われてみると、はい、だ実はうまくできてたんですね、うん、今回はデッキを抜くぞっていうのがあったので中にしまい込んだっていう、うん、そう、この、はい、いやウィッグが外に出ないっていうのもやっぱり見た目的には嬉しい、ね、見た目にだいぶ違いますね、ね、はい、まあ、その結果、まあ、シンプルになったというふうには見えますよね。ただね、その今言ってた部分って、うん、その改善点は改善点なんですけど、うん、ピコにとっては、うん、その世間一般的に売ってるタンクで比べた場合に、うん、いや当たり前じゃねって言われる、まあ、部分も実はあるんですよね、まあまあ、うん、だからそういう意味で言うとなんかものすごい革新的なことではない気はするんだけども、うん、まあ、当たり前のことは当たり前にやって、うん、で良かった部分は変えないようにしようということで、うん、結果出来上がったのがこれっていうことにはなりますかね。ただやっぱりこれはイエロークリスタも多分そうだと思うんですけど、このエアフローは本当に頑張ったので、あのと多分他にない形にはなったとは思いますね、うん、そうすね、これは見ない形ですね、はい、特徴的だなとは思いますね、はい、その改善するにあたって、うん、どこの設計に一番頭を悩ませたと苦労、まあ、設計という意味ではもちろん僕というよりはイエロークリスタにもちろんなるんですけど、うん、やっぱりピコじゃなくなっちゃうかどうかなんですよね。
なんかいろいろやってったらいろんな意見見てるとそれピコじゃないですよねっていう意見が結構あって、うんうんうん、だから出来終わったらハリケーンになってましたってのは多分ダメなんで、うんうん、その部分ですよね。あれフェイスブックでもね、うん、エアホールがこんなでっかくしちゃっていいのかよみたいな結構怒ってる、うん、ピコ愛にあふれた人がいましたよ ね, ねいましたいました、うん、はい。ただ実際には言うほど広がってないんですよね、うん、あの K ファン5とかの、うん、例えば MTL ピンを差し込むようなのって、うん、あれって 3.4 ミリぐらいあるんですよ、うんうんうん、だそれこれ3ミリなんで、うん、そこまで広がってないですから、ね、はい、言うほどは広がってないです。俺もやっぱ最初はピコと同じセッティング1オームぐらいで組んでみて、これもうまんまピコじゃんと。だからその点について心配してる人は安心してもらっていいから。そうですね、ピコはピコです。やっぱりピコらしさを一番大事にしたいっていうところで、うん、まあ、できたのが V2 なので、はい、ちなみにですね、私、はい、あの V1 の時に一番好きだったチャンバーが CLR チャンバー。CLR ですよね。ここ聞かれると痛いんですけどね。CLR は残念ながら今はないです。CLR を選んだそもそもの理由は、うん、別にメタルリュックにしようもあったんですけど、うん、リビルダブルできるコイルを使おうだったんですよ、うん、でそれが多分、まあ、間違いとは言わないんですけど、やっぱりなかなか売ってなくて、で当時は売ってたからね。そうですね、うん、だからそれがやっぱ、まあ、特にアメリカとかヨーロッパも含めて、うん、どこで買えんだよみたいな話もちょっとあって、はいはい、あんまり、まあ、人気が一部はあったんですけど、うん、結局、まあ、ピコ買うときに一緒に買っていくぐらいしかなかったんですよ、ね、だから今度はあのなるべく今のショップで売ってるコイルが使えるもので、うん、チャンバーを将来作れたらいいねっていう考えはあるんですよね。いや一応計画としては、まあ計画段階とか検討段階みたいな。ただあまりリビルダブルにはこだわってなくて、うんうん、もう付け替えるだけで使える、あ普通のリプレイスコイルが、まあ、そうですね、クリアロタンク的な使い方になっちゃいますけど、うん、そういうものはちょっと考えたいなとは思ってます。他にもオプションの計画とか、はい、オプションとしてはでもこれは結局さっき言ってた MTL ピンをどうするかなんですけど、うん、うん、まあ、まずは皆さんに知っていただきたいんですよね、はいはい、でその上で声が大きくなれば、あ、フィードバックを、はい、待って、そうですね、これまでのそのもちろんあのオプションどん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 ピコが追加していきましたけど、うん、もちろんそれもあのユーザーの声聞いてっていう、あれがきついんですよ財布的に。そうですね、だいぶ岸さんにも怒られながらやってたんですけど、やっぱそこだけはまあ、興味を逃さないためと、やっぱり絶対ずっとロングランで売れるものにしたかったので、そこはやりたかったんですよ。これ、はい、発売と同時にすでに揃ってるオプションもちょっと教えてください。実はですね、うん、ここに今見えてるようなウルテム系のものはすべて、うん、近くに、はい、多分これですね、ここが、はい、見えるかな。そうですね、これでいうところのウルテムのドリップチップ、それから中、これウルテムのチャンバーとチムニーですね。今これタンクは PMMA 使ってますけど、あのウルテムのタンクももちろんございます。でこの下の特徴的な、AFC リング、そうですね、スカートの中見えてる系 の、うん、あの AFC リング、こちらももちろん同時発売で、この AFC リングかっこいいですよね。そうですね、うん、やっぱりあの写真とか撮ってみるとめちゃめちゃエロいなって言い方はどうか分かんないですけど、かっこいいなと思いますね。ただあの残念ながらウルテムなんでレーザーが入らないので、ああそっか、はい、ロゴマークはなくなっちゃうんですけどね、うん、そうそう、ロゴマークで言うと、うん、あの多分このレビューが出る頃にはもう発表というか、うん、バラしてるんですけど、これマッサーさんのやつをあの見せていただく と、見えるかな、はい、ロゴマークがこれまで出てる写真全部ピコ V2 って書いてあったんですよね。あ、ピントが合わない、合わないね。はい、そうですね、でこれが実はピコになってるんですね。そうなんですよ、でこれはやっぱりプロトタイプとかそこら辺はずっと V2 でやってきた理由は、その絶対リリース時にもうすぐ直後にクローンが出てくると思うんです、うん、でクローン、まあ、V バーンの時もそうだったんですけど、うん、やっぱそれをちょっとトラップじゃないんですけど、どうしてもちょっと邪魔したかったっていうところで、うん、はい、やっとこの月曜日17日、うんうんぐらいにはまあ出していきますけども、まあ、そろそろ最終製品の写真と違うになっちゃうとまずいんで、なのであの実際にお手元に届くのは V2 が入ってないピコが本物でございまして、もし V2 が入っているものがあればクローンですっていうことですね、はい、もしくは何らかの理由でプロトタイプが流出したから、ね、いやそうですね、プロトタイプでも5台ぐらいしかないので、はい、多分出ないとは思うんですけどね、はい、なるほど。ガミさん的におすすめのセッティングってどれぐらいなんですか。僕実を言うと、割とタバコ系というかバッファロービル系とかを吸うのが多いんで、うんうん、やっぱり1オームの 2.5 ミリ芯で、
5巻ぐらい、まあ、ナロークラプトン使ってるのが多いんですね、うん、でそれで吸っていた時にもうちょっとエアが欲しいなと思ってた部分が、はいはい、もう一穴広がったので、うん、僕はそれで満足なんですよね、うん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 、僕は一応胸で大丈夫な、なるほど、でももともとピクの推奨って 0.8 から 1.2 ぐらいの間ってことなんで、うんうん、まあそういう意味ではそれほど変わってはいないとは思うんですけど、ね、うん、ただエアが広くなった分、まあ、土日ももちろんちょっと広くしたんですけど、うん、エアがだいぶ通るようになったんで、ある程度ローオームにしても、うん、もちろん 0.3 とかはね、あれかもしれないですけど、うん、ある程度低い抵抗値でもちゃんとあの焦げずに吸えるとは思います、うん、あの爽やかなリキッドが美味しく吸えそうですね。そうですね、フルーツ系、特にアップルとか、うん、あの酸味があったり甘みがあったりする系もすごく美味しく吸えてます ね、 すね、はい、じゃあちょっと長くなっちゃったんですけど、うんうん、最後にですね、こういう見てる、はいはい、オーディエンスの皆様に何かメッセージがあったら。いやそうですね、あの、まあ、ここに本当はイエローキッスさんがいてね、あの、うん、ね、開発としていってもらうのが一番いいと思うんですけど、うん、まあ、僕も、まあ、あの実はピコ V1 の時はあの違うロゴだったと思うんですね、これ、うん、あのプロミスとか入ってなくて、ただこれは V1 が発売になった直後に実はパートナーがうちに変わったんですよね、うん、本当はもう V1 からもずっとオプションも話し合いながら一緒に作ってきたので、うん、まあ、そういう意味では岸さんとだいぶ長い付き合いで一緒に作ってると。で今回ここにこうあの開発でプロミストも入っている形になっていて、はい、あの僕としては、まあ、いいものを一緒に、作らせていただけたなっていう気が、はい、してるんですね、はい、そうですね、プロミスト、そうです、はい、一緒に作らせていただきました。であのさっきも言ったようにシングルコイルで割とちっちゃめのチャンバーで美味しく吸うことが好きな人、うん、で割とこう小さいフォームが好きな方だったら本当に美味しく吸えると信じてますので、あの一度お試しいただきたい。あのスターターキットに比べてもちろん金額は張ってくるんですけど、うん、あのそれだけの価値はあるものだと思って作りましたので、まあ、ぜひ、ただ、はい、結構 V1 を持ってない人もそうですそうです、あれからやっぱりどんどん増えてるし、はい、いるかもしれないんでね、ぜひ一度お試しいただきたいなと思います、うん、はい、はい、分かりました、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。